はい、こんにちは、白塚です。いつも私のメルマガをお読みくださって本当にありがとうございます。今回のメルマガは、第1000号ということで、こういう動画、セミナーという形で、お送りしたいというふうに思います。第1号はですね、読者1人、それ私だったんですけど、要するにメルマガのアカウントを作って、まず自分のメールアドレスをそのメルマガに入力して、そして第1号という形で発行したんですね。ですから第1号を受信した人っていうのは、実質私だけだったんです。でそれで多い時では1日5通とかっていうのを送って、1年後ですね、去年の4月から始めたので、約1年後っていう形になりますけれども、1000号を発行することになりました。そして今現在ですね、読者さんが約2万人約2万部ですね、1万9000何百部っていう形の発行をさせていただくことになりました。もしずっと読者が私1人だったら、多分絶対ここまで続いてなかったと思うんですよね。最初の第1号っていうのは自分だけが受信するメルマガだったんですけど、そのメルマガ読者さんがですね、1人ずつ増えていった結果ですね、時々感想をメールでいただいたり、ブログにコメントを書いていただいたり、 Facebook にコメントをいただいたりですね、もしくは Facebook の個別メッセージを送ってくださったりっていうのがあって、読んでくださってるんだなっていうのを感じながらですね、ここまで続けてきて、1000号を発行することになったということになります。メルマガは本当に発行していてすごく楽しいので、できる限り続けていきたいというふうに思っています。で今回は非常にキリがいい節目の号ということで、今現在この動画を、撮っている今日現在で一番、私が大事だと思っていること、そしてあなたにお伝えしたいことっていうのをお話しさせていただきたいと思います。で2つ質問をさせていただきたいと思うんですけども、1つはですね、あなたは今幸せですか？という質問ですね。でもう1つは、あなたは今成功していますか？でこの2つの質問に対して、両方ともですね 0.2 秒で「はい幸せです」「はい成功してます」っていうふうにお答えしていただきたいんですけれども、ほとんど 99% 以上の方がちょっとやっぱり時間を置くんじゃないかなと思うんですよね。幸せといえば幸せかなとか、成功してるといえば成功してるかなとかですね、もしくは私は今どん底ですとか、悩みが多いですとか、不安が大きいですとか、もしくはいや成功なんてまだ全然、今目指してるけれども、成功してるとは言えないというふうな、お答えをされる方もいるかもしれません。今回のお話のテーマっていうのは、この幸せと成功の両立というお話をさせていただきたいと思います。でまずですね、この成功っていう言葉、この成功の定義ですね、ここからちょっといきたいんですけれども、でこの成功の定義、でこれはですね、つい先日メルマガに書いたので、お読みくださっている方もいらっしゃるかと思います。ただじゃあ言えますかっていうと、多分ほぼゼロに近い方、さすがにやっぱりメルマガで1回ドンと見ただけでですね、言える方っていうのはなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども、もしいらっしゃったらすごいことだと思うんですが、成功っていうのはですね、定義があるんです。それはですね、西洋哲学の、まあ、一番第一人者と呼ばれていたナポレオン・ヒル、今はもう現在ナポレオン・ヒル博士はお亡くなりになっていらっしゃいますけれども、ナポレオン・ヒル博士がですね「思考は現実化する」という本の中で成功の定義っていうのを書いているんですね。で、成功というのはというふうに定義されています。成功とは他人の権利を尊重し、社会正義に反することなく自らの価値ありと認めた目標願望を黄金律、これはキリスト教での黄金律ですね。自分がそうしてほしいと思うことをまず相手にそうしてあげるに従って一つ一つ実現していく過程である。まあ、少し話が横道にそれますけれども、勉強の仕方ですね。私は学習塾を15年やっていて、そのうち14年間は現場の小中学生高校生に社会の授業をやっていたんですけれども、私が例えば何も見ないでもこれを書けるのは勉強の仕方をマスターしてるからですね。ですからあなたも例えば私のメルマガを読んでくださったり、他の方のメルマガを読んだり、ブログを読んだり、セミナーに参加したりとかですね、 CD を聴いたり DVD を見たりということでいろんな自己啓発をされていると思うんですけれども、基本暗記できてないものっていうのはほぼ使えません。聞いたことがあるっていうぐらいではほぼ知らないのと同じだと言っても過言じゃないんですね。だからこれはって思うやつは絶対に暗記をしてください。で、暗記をする方法っていうのはどうすればいいんですかって言ったら、まずは繰り返すってことです。1回ではやっぱり覚えることはできません。それは私が別に頭がいいから覚えられるわけではなくて、やっぱ繰り返しの回数が圧倒的に多いんですね。最低6回だと思います。6回はやっぱり繰り返さないと、やっぱり一つこれはすっごく大事だなと、自分の人生に生かしていきたいなっていうものはなかなか定着しないです。それは頭のいい悪いじゃなくて、繰り返しの回数がまず大きいですね。あとは、普通は小学校中学校高校のお勉強っていうのは話をしないで私語をしないで黙々と勉強しなさいっていう学校教育だったり塾の教育が行われますけれども、それっていうのは実は非常に効率が悪いんですよね。やっぱり五感をたくさん使った方がいいわけです。目で見て黙々と勉強するよりは、目で見て口で言って耳で聞いて手で書いてっていう勉強した方が圧倒的に勉強の効率は上がりますし、暗記しやすいわけですね。ですからこれはって思うやつは絶対に目で見て口で言って音で覚えるっていうのもおすすめしたいと思います。だから私はこの成功の定義っていうのは何回も繰り返し繰り返し言って聞いてるんで、なので、覚えられてるんですね。で、あなたも多分私のメルマガを、ずっと読んでくださってるってことは、きっと自己啓発欲があって、もっと良くなりたいという願望があるから読んでくださってると思うので、全てを覚える必要はないです。でもこれはって思うやつは絶対に繰り返し言って聞いて音で覚えるっていうのをおすすめしたいと思います。ちょっと話が横道にそれましたけれども、成功っていうのは他人の権利を尊重し社会正義に反することなく、自ら価値ありと認めた自分なんです。これは他人基準じゃないんですよね。他人基準じゃなくて自分で価値があると認めた目標願望ですを黄金律、自分がそうしてほしいということをまず相手にそうしてあげるに従って一つ一つ実現していく過程、これプロセスなんですね。途中経過なんですよ。これが成功、ナポレオンヒルが成功というふうに定義しているものなんです。だからこの定義を知っている人であればですね、最初に挙げた質問っていう「あなたは今成功していますか?」っていうのに「はい」っていうふうに 0.2 秒で答えられる人がたくさんいてもおかしくないんですよ。なぜかって言ったら、成功っていうのは1人ずつ違うからです。自分が価値ありと認めた目標願望を目指している過程、一つ一つ実現していく過程、途中経過のことを成功と言ってるわけなので、まだ成功していませんっていう日本語は少しおかしいんですよね。一つ一つ実現していく途中経過、プロセスのことを成功というわけですから、本当はこの定義のことを本当に暗唱暗記できる人であれば、かなりの人がですね「はい、私は今成功しています」っていうふうに答えることができるわけです。でも多分ほとんどの人はこの成功の定義っていうのは知らないか覚えてないので、だから「成功してますか?」って聞かれた時に「成功したいですね」とか「成功を目指してるんですけど」とか「いつか成功したい」っていうような感じになると思うんです。で、どうしてかって言ったら、実はこの成功の定義と実際成功の常識っていうのが違うからですよね。これがナポレオン・ヒルが定義した成功の定義なんですけれども、実際みんなが成功っていうのでイメージするものはこれではないんですよ。そうじゃなくて、どういうイメージかって言ったら、もうこれ簡単ですよね。お金持ち以上みたいな。みんながイメージする成功っていうのは、たくさんお金を持ってる人のことを成功というふうにイメージするわけです。この定義通りイメージする人はほとんどいないんですよね。で、どうしてこっちのイメージが成功なのかって言ったら、これは簡単です。今が資本主義だから。資本っていうのはまさにお金です。だから資本主義イコールお金主義なんですよね。だからお金をたくさん持っている人のことを成功者というふうに呼ぶし、成功っていうのはお金をたくさん持っている状態のことで、自分が価値あると思っていることが、例えばボランティア活動の方は本当はこっちの定義でいけばですよ、こっちの定義でいけば、ボランティアで自分は心が満たされて、相手の喜ぶ顔が見られる、それが自らの価値ありと認めた目標願望なんだっていうことであれば、ボランティア活動を一つ一つ一生懸命していらっしゃる方は成功してるって言えるわけですし、例えばそれは精神性の追求、例えば宗教とかスピリチュアルとかっていうのを自らの価値ありと認めた目標願望だというんであれば、それを一生懸命取り組んでいる途中過程にいる人は、私成功してますって言えるわけですよね。だから例えばそれが健康とか美だと、私は美の追求だから、おしゃれをして美しい女性のままありたいっていうのに励んでいらっしゃる方であれば、それは私は成功していますっていうふうに言えるわけですし、いや私は特技をどんどん伸ばしたいんだとか、私は趣味の時間を充実させることが自分の目標願望なんだっていうことであれば、それで私は成功してますって言えるんですけど、この定義は実際はほとんど意識されることがなくて、実際皆さんが成功って聞いた瞬間イメージするのはどれだけお金を持ってるかっていうイメージだと思うんです。でそれはなんでそういうイメージが成功にへばりついてしまってるかって言ったら、資本主義社会だからですね。でも本当はですよ、日本は資本主義じゃないんですよ。どうしてですかって言ったら、日本の資本主義って言葉は日本国憲法には載ってないからです。我が国は資本主義社会であるというふうには書いてないんですよ。書いてないんですね。そうじゃなくて、日本国憲法には民主主義の国であるというふうに書いてあるわけです。国民一人一人の基本的人権が何よりも大事ですよっていうのが日本国憲法に書いてあるから、日本は民主主義の国なんですよ。だけど日本は民主主義というよりは資本主義の論理に組み込まれてしまってるんですね、ヨーロッパアメリカによって。だから成功っていうのは国民一人一人の権利が尊重された状態ではなくて、なぜか資本主義でお金持ちっていうイメージで、これを実現している人が成功者であり、そうじゃない人は成功してないっていうふうに、レッテルが貼られてるわけですね。まずこれを気づきたいということです。これが私が一番まず最初に言いたいことなんですね。だからあなたは今成功してますか？はい、成功しています。なぜならっていうことがまず言えるような、精神状態になるというのが一番大事なことです。で、時代の変化っていう話をちょっと続きでしたいんですけれども、はい、この定義に基づく成功っていうのが多分ですね、あと3年4年したら相当根付いてくると思います。どうしてかって言ったら、今こういうお話をしていることに関して気づき始めている人が間違いなく増えてるからですね。成功っていうのはこっちだけじゃなくて、こっち一人一人成功の定義が違う、自ら価値ありと認めた目標願望なんで、10人いたら10人なりの成功の定義があっていいんですよね。それがオンリーワンっていう考え方なんですけれども、そうであるならば、でこっちの方が成功なんだと、こっちじゃなくてねっていうふうに気づき始める人が逆に過半数、例えば100人中51人とかっていう風になっていくと、バーッとオセロの黒が白にひっくり返るように、一気にこっちの価値観が崩れて、こっちの価値観に社会は動いていくわけです。でそれは確実に気づき始めてる人が多い、増えてきてます。私だけじゃもちろん当たり前ですけどもないです。気づき始めてきてる人が多いわけです。それはどうして気づけるかっていったら、時代の流れですね。例えば、どこから言ってもいいんですけど、1941年、今から70年前ぐらいで1945年で、ここが2001年で、ここに1990っていう、でここが21世紀、今が2013年。20世紀の常識と21世紀の常識っていうことになるんですけれども、ここで1941年、今から約70年前から45年まで太平洋戦争っていうのをやってたわけです。で1945年、日本は戦争に負けてポツダム宣言を受け入れて、日本は戦争に負けたわけですね。でこの状態の時っていうのは、もう本当に東京が焼け野原、沖縄とか、そういったところが占領されて、そしてまずこの人たち、この1945年当時の人たちの夢っていうのは何だったかっていったら、もうたった一つですよね。お腹いっぱいご飯が食べられるようになりたい、つまり食えることです。それが70年前、わずか70年前のおじいちゃんおばあちゃんたち、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんたちの世代の人たちの夢だったわけです。でとにかくまずお腹いっぱいご飯食べたい、餓死を防ぎたい、とにかく食える状態でありたいっていうのが夢だったわけです。でそっからこの昭和時代ですよね、20世紀の昭和の、私たちの諸先輩方が一生懸命、お仕事をしてくださって、まず食える状態にしてくれたわけです。そして物、例えばテレビとか冷蔵庫とか、洗濯機ですよね、これ三種の神器っていうふうに言われてたわけで、1960年代。それから 3C っていうふうに言われたわけですよね、カラーテレビ、これ白黒テレビですけれども、これ、3C っていうふうに呼ばれたんですよね、それが1970年代です。カラーテレビ、クーラー、自動車、カーですね、3C、 こっちが三種の神器、まあこれは、名前はどうでもいいんですけども、三種の神器と 3C っていうふうに呼ばれて、まずはとにかくお腹いっぱい食べたい、食えるようになりたい、で食えるようになりました。そしたら今度は豊かなものが欲しいということで、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、カラーテレビ、クーラー、自動車っていうのを、生産して、どん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 豊かなものとして豊かな、日本を作ろうとしたわけです。でこのものをたくさん買えるようになるためには、たくさんお金と物の交換ですから、資本主義っていうのはお金をたくさん持っている人は当然こういったものがたくさん買えるわけなので、お金をたくさん持っていればたくさんのいいものが買える、よって成功っていうのがここでつながってきたわけですね。資本主義における成功っていうのは、たくさんお金を持ってこういったもの、いいものをたくさん、所有することっていうイメージが湧いてきたわけです。でだん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 こっちの定義が薄れていくわけですね。でずーっと発展してきたわけです。でこのものづくり日本、ものづくり日本の中で求められた人材っていうのは、早く、正確に、大量にですね、早く正確に仕事ができる人っていうのが求められたわけです。当然いいものをできるだけ安く、手に入れるため、企業としては、会社としてはそれを提供するってなったら、できるだけ早く大量に生産をすることができると、物の値段をどん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 落としていくことができるから、いいものをより安く提供できるようになるわけですね。で求められた人材っていうのは、こういうことができる人です。逆の言い方をしたら、これイコール無駄無駄無理がない人ですね。特に無駄がない人です。でどういう人かって言ったら、カリキュラム通り、マニュアル通りやれる人が求められたわけです。この20世紀っていうのはね、要するに飢餓をまず克服したい、食べられるようになりたい、食えるようになりたい、でこんな食えるようになったら、物を、豊かなものをたくさん買いたい。で逆の立場の会社からしたら、それを安く早く大量に供給できるようになりたいということで、求められた人材というのは、できるだけ無駄なことをしない人が求められていたわけです。だから今の学校教育がそういう仕組みになってるんですよね。つまり中学、高校、大学、会社っていうふうになった時に、この会社が求めている人材ができるだけ無駄をしない人材だったわけです。カリキュラム通り、マニュアル通り、正確にやれる人を求めてたわけです。ってことで、それをそういう人材を、教育していったわけですよね。だから学校にも時間割があるし、カリキュラムが決まってるし、先生たちは指導要項に沿って、指導をしていくっていう時代になってたわけです。つまりこれは会社のニーズと教育で育てようとしてた人材っていうのが一致してたから成り立ってたわけですよね。そして実際この1960年70年という高度経済成長期においては、これは成立してたわけです。どうしてかって言ったら、会社は1回その人材を雇ったら、終身雇用と年功序列で年功序列って言って年齢が上がっていけば自動的に基本給給料が上がっていくっていう仕組みでしたし、基本終身雇用だから60歳65歳まで雇いますよっていう約束だったわけですよね。だから成り立ってたわけですよ。だからいい会社に入れれば幸せと成功が手に入る。でそのためにはいい大学に行きましょう、そのためにはいい高校に行きましょう、そのためにはいい中学校に行きましょうっていうのが20世紀で作られていた教育だったわけです。で私たちっていうのはそういったのを受けてきたわけですよね。ところがですよ、ところが実際に70年前の1945年ポツダム宣言を受け入れて日本が焼け野原になった時から2013年70年後を見た時に、この人たちから見たらもう夢の世界なんですよ。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、クーラー、自動車、パソコン、インターネットで世界中がつながって、携帯電話、スマートフォン、もう想像さえできない世の中に私たちは暮らせているわけです。それはまさにこの昭和時代に一生懸命お仕事をしてくださった方々のおかげではあるんですけれども、じゃあ今幸せですか、今成功してますかっていうふうに2つ質問を投げかけられた時に「はい、すごい幸せです、毎日とっても楽しいです、幸せを感じています、そしてすごい成功してます」っていうふうに0.2 秒で「はいはい」っていうふうに答えられる人が果たして何人いるんだろうっていうことなんですよね。どっちかって言ったら、もっとこの本当に上を向いて歩いていた人たち、この人たちの方が私たちよりもはるかに物は持ってなかったんですよ。だからもうどん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 良くなる良くなるっていう希望を抱いて、暮らしていた方々と我々を見た時に、果たしてどっちの方が幸せでどっちの方が成功してるんだろうというふうに考えた時に、もしかしたら私たちの方がものすごく大きなストレスを抱えているかもしれない。早い時代の流れ、大量の情報に翻弄されているかもしれないですよね。ってなると、ここで気づかないといけないわけです。ああ、時代が変わってるんだと。つまりもう物は十分持ってるんですよ。ですね。だから30インチのテレビを40インチに変えたって、そんなに大きな満足感って得られないですよね。もうそういった面では、じゃあ確かにまた欲しいものはあると思いますよ。上には上がありますからね。だけどそれを追求していっても多分「はい、幸せです、はい、成功してます」っていうふうにはならない。じゃあどういうことなんですかって言ったら、このものがたくさんある、そしてものをたくさん買えるお金にクエスチョンがついてるわけですね。本当にそうなのかと。絶対大事ですよ。もちろん物も大事ですし、お金も大事です。私は別にお金が必要ないというボランティアとか慈善活動家でもないですし、もう本当にその現実を無視して、ただ一方的に精神世界にですね、の話をしたいわけではないですけれども、ですけど月収100万の人と月収1000万の人は10倍幸せが違うのかって言ったら、絶対そんなことないんですよ。この人は収入は10倍差がありますけど、じゃあ10倍幸せで10倍成功してますかって言ったら、絶対そんなことないです。もっとこの人たちの方が大きなストレスを抱えてますし、激しい競争、厳しい競争にさらされているんですよね。じゃあその月収10万、アルバイト、パートの方からして、この人たちは100倍幸せかって言ったら、そんなことは絶対ないです。お金は必要です。大事です。私ももちろんお金は欲しいです。ですけれども、お金はやっぱり全てじゃないし、一番じゃない。あくまでもその幸せ、成功の一部に過ぎないっていうことに、まず気づいていきたいということなんですね。じゃあ成功イコールお金持ちじゃないんだとしたらですよ、お金っていうのはだからこの成功でお金っていうのがこうじゃなくて本当はこうなんだということに気づいていきたいっていうわけです。お金は大事です。もちろん例えば今平均年収が日本でだいたい年収400万ぐらいって言われています、なので例えばこれより下回って例えば年収100万円しかないとかってなった人に「あなたは幸せですか、成功してますか?」って言って「はいはい」っていうのはやっぱり言いにくいと思います。確かにね。だからもちろんお金も大事なんです。お金はもちろん成功の定義の中に含まれますし、幸せっていうのはやっぱりお金がある程度あってこその幸せだとは思うんですけれども、こうじゃないんですよね。やっぱりその中で例えば人間関係とかキャリアとかですね、仕事キャリア、健康とか、それから美とか、もしくは自己啓発とか、もしくは精神性スピリチュアルとかですね、もしくは慈善活動とか。もしくは趣味特技とかこういうのが全部あっての幸せだし成功だから、ここのお金っていうのはその人によって必要な金額っていうのは違うんですよ。これがいや月収10万じゃなくて100万だ、月収100万じゃなくて1000万だ、いや月収1000万じゃなくて1億だってなるとこっちの成功なんですよ。でそういう成功の人がいてもいいんですよ。そういう人の成功がいてもいいんですけど、全員がそうである必要はないっていうことなんです。お金は大事です。ただしそれは成功と幸せの一部であるということなんですね。だからもっと時間とエネルギーをお金にかければお金は増えるかもしれないけれども、これらをバランスよく充実させていきたいからお金はこれぐらいでいいっていうのがもう今私たちが気づいていかないといけない2013年の成功とか幸せの定義なんですね。まずこれをお伝えしたかったわけです。私が今メルマガで発信しているテーマっていうののメインはこれです。これにまず気づきたいということです。成功っていうのは資本主義によって、資本主義という考え方によってお金持ちイコール成功、お金持ちイコール成功というふうに洗脳されてしまっていたんですよ。もともとナポレオン・ヒルがもっとこの前に「思考は現実化する」で書いていた成功っていうのは、一人一人が自ら価値ありと認めた目標願望を達成していくプロセスそのものを成功って言ってるわけなので。結局こういったのがバランスよく充実していて豊かさを感じられる人だったら十分成功しているというふうに言っていいんですね。ということはこれは間違いなく両立するってことなんですよ。成功と幸せっていうのは両立するんです。そうですよね。お金自分の生活に困らないお金を持っていて、人間関係が充実していて、仕事キャリアもあって、健康で美しくて、自分が学びたいものが学べて、精神性の追求ができて、時々慈善活動に参加することができて、趣味特技があるんだったらもう十分成功してるし、つまりその人は絶対幸せを感じているはずなんですよね。だから成功はお金持ちで幸せは心っていうふうに切り離してる時点で間違ってたっていうか、おかしいっていうことに私たちはこの物を追求、そして物が買えるお金を追求し続けた結果気づき始めていることなんだということです。でそれをまずあなたに、最近この私のメルマガのメインテーマっていうのはそれが一番メインテーマになっているんですね。でだからこそ全員が誰でもがですよ、成功と幸せっていうのは両立できるんだと。というのをぜひ分かっていただきたいということなんです、じゃあこれから2013年、2014年、2015年、2016年ってなっていった時に実際可能だったとしても、本当にあなたは今幸せですか、はい幸せです、あなたは今成功してますか、はい成功してますっていうふうに言える人がどん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 加速度的に増えていくかといったら、多分それはノーだと思うんですよね。どうしてかっていうと、人間はほとんど人間の行動の9割以上は無意識、潜在意識によって、行われているわけです。これが9割で、これはですね、ちょっと今回はメインテーマではないので、もう一つだけ覚えてください。潜在意識について詳しく学ぶっていうために今回はこの動画を撮ってるわけではないので、一つだけ覚えてください。それは潜在意識っていうのは現状を維持するっていう役割があります。これは非常に大事な役割です。どうしてあなたは今日ゆっくり安心して寝られるかって言ったら、潜在意識が現状を維持してくれるからです。だから寝る前に、ああ今日心臓がうまく動かなかったらどうしようとか、寝てる間に呼吸の息を吸って吐くっていうのがうまくいかなかったらどうしよう、寝てる間に呼吸がうまくいかなかったとか、血液の循環が心臓がうまくやってくれなかったってもし心配したら、多分寝れないと思うんですよ。だって次の日に目が覚めないかもしれないっていう恐怖があったら安心して寝れないですよね。でも多分この動画を見てくださっている方の9割以上の方っていうのは、毎日夜は安心して寝られてるんじゃないかなと思うんです。それは潜在意識を信頼してるからですよね。自分が寝てても意識の方が寝てたとしても、活動をやめたとしても、ちゃんと心臓は動いてくれるし、肺もうまく機能して呼吸もできるっていう安心感、つまりその潜在意識が現状を維持してくれるっていうのをもう信じきってるからだと思うんですよ。だから寝れるわけですよね。体温も35度とか36度とか37度で常にほぼその人にとっての平熱でキープしてくれる。全部その人間の体の60兆個の細胞っていうのが、起きてる時はもちろん寝てる時もしっかり働いて現状を維持してくれようとしてるから、安心して毎晩寝れるわけですよね。でこれが実はすごく大事だし、これがないと人間は生きていけないんですけれども、いざあなたが成功と幸せを両立するという段階になった時に、今「はい幸せです」「はい成功してます」っていうふうに答えられないあなたが、「はい幸せです」「はい成功します」っていうふうにここに変化が起きた時に、これを阻害するっていうか邪魔してしまうんですよね。つまりこの、成功してるかな幸せかなっていうのをこういうふうにキープしようとするわけです。潜在意識っていうのはね、頭では分かるんですよ。頭ではこっちの方がいいっていうふうに分かるんですけど、潜在意識はとにかくいいとか悪いとかを判断せずに現状を維持しようとします。なのであなたが現状があって成功と幸せの両立、に行こうとした時に、これを潜在意識の現状を維持しようという働きが邪魔して、こっちに引きずり下ろすんですよね。こっちの力になってしまうんです。残念なんですけどね。なのでどうしても工夫をしないと、やっぱりこういうふうに「はい今幸せです」「はい成功してます」っていうふうに変わっていくっていうのは、結構結構というかもうかなり難しいのが現状です。でだから皆さんは例えばメルマガを読んだり本を読んだりセミナーに参加したり DVD を見たり CD 聴いたりってしてなんとかそのヒントを探していらっしゃるんじゃないかな。そうじゃなかったら多分このメルマガを私のメルマガとかも多分読んでくださってないんじゃないかなと思うんです。でこの力っていうのは皆さんが思っているよりもはるかにはるかに強いんですね。はるかにはるかに強いんです。例えばどんな自己啓発でもいいんですけれども、例えばセミナーに100人参加したらやりきてると思うんですよ。よし今までの退屈な人生とはおさらばだ、私は今から変わるんだっていうふうに思ったとします。そのセミナーが素晴らしくてね。だけど実際行動に移すのは20人、2割。あとの80人の人はああいいセミナーだったって帰っていくんです。で次の日から何も行動が変わっていない。でこの20人は本当にセミナーで習ったことを実践し始めるわけですけれども、その中の2割、つまり4人しか続けることができないっていうふうに言われています。これが一つの目安になる数字なんです。だから96人の人はずっとやっぱりこの潜在意識の現状維持メカニズムに簡単に言えば負けてしまうんですよね。やっぱりこれそれだけこっちの力っていうのは強いんです。だからどれだけ本を読んでもどれだけセミナーに参加してもどれだけ DVD を見てもCD を聴いてもなかなかこっちに行けない、つまりこう変化することができないのはこの働きとの戦いに負けているんです。これすごく大事な働きで、この潜在意識の現状を維持しようという働きがなかったら人間はずっと生活を続けていくことができないんですけど、あくまでもあなたの目標願望実現っていうことになるとこれは正直邪魔なんですよね。なんとかこの戦いに勝ちたいわけです。こっちになりたいわけです。こう行きたいわけですね。つまりあなたは100人中4人の方に入っていく必要があるわけです。それができればあなたは成功と幸せっていうのは両立できるんです。あなたよりもたくさんの金額を稼いでる人がいたとしてもさっき書いたこのバランスで、バランスよく、豊かさを感じられているのであればあなたは成功できるし、その成功しているイコールあなたが自分の価値ありと認めた目標願望を実現できているということであれば幸せを感じることができるわけですね。じゃあ方法はないのかって言ったらこれはあります。どうするんですかって言ったらこれはもう一言で言うとあなたの目標願望実現を応援してくれる人をつけるってことです。でそれは呼び名はいろいろあります。例えばメンターっていう呼ばれ方、これは師ですよね、とかコーチとか導く人とかですね、そういう、例えばカウンセラーとかセラピストとかいろんなお名前の方がいらっしゃいますよね。こういった方々にこっちのサポート、これのサポートをしてもらえればいけるんです。でこれはですねやっぱりセミナーとかDVD とか CD とか本では限界があります。どうしてかって言ったらやっぱりですね一人一人違うんですよ。例えば私のメルマガも全員に発信した時に今日のメルマガは自分に合ってた、今日のメルマガは私には合ってないっていうのが絶対起きますよね。どうしてかって言ったらやっぱり世界の人は70億人いたら70億人違うし、日本人が1億2700万人だったら1億2700万人やっぱり違うんですよ。だから今日のメルマガは役に立った役に立たなかった、面白かった面白くなかった、共感できたできなかったっていうのが絶対あるんです。これはどんな本どんなメルマガどんなセミナーでも絶対起きるんですよ。どうしてかっていったら自らの価値ありと認めた目標願望は人間が10人いたら10人絶対違うはずだからです。だから個別の悩み、個別の不安、そして個別の目標に支援サポートしてくれる人じゃないと、やっぱりこのあなたの体の中にある潜在意識による現状を維持しようとする働きに勝つってことはできないんです。こっちは相当強いので、あなた1人だと、例えばこれ9割っていう力って言ったら1対9みたいなもんですから、どうしても、そのまま続けたら、もっと勉強ができるようになるのにとか、もっと痩せられるのにとか、もっと美しくなれるのにとか、もっと成果が出るのにって言っても、いやなんとなくそんなことしない方がいいとか、やっぱりやめた方がいいんじゃないかって言って、やっぱり去年のあなたに戻っていくんですよね。なんだかんだ理由はつけますよ。もっともらしい理由はつけるんですよ。いやそんなことしない方がいいと思うとか、これは私の第六感がこう言ってるからとか、直感的にこうだからって言って、ずっとこう戻っていって、結局去年とほぼ同じような生活を繰り返しているのは、結局これに気づけてないか負けたんですよね。ってことはこっちですよと。こっちは絶対に下げたらダメですよ、こっちに行きましょうよっていうのを支援サポートしてくれる人が、呼び名は何でもいいですけれども、絶対にいた方がいいんです。スポーツの世界だったらそれって当たり前なんですよね。イチロー選手とか本田圭佑選手とか、浅田真央ちゃんとか、北島康介選手とか、みんなコーチがついてるじゃないですか。コーチよりもイチローの方がヒットを打つのはうまいんですよ。コーチよりも北島康介選手の方が泳ぐの速いんですよ。コーチよりも浅田真央ちゃんの方がフィギュアスケート上手なんですよ。じゃあなんでコーチってついてるのって言ったら、これを支援してるわけですよね。冷静な目で見て、ああこの人今こっちに行こうとしてるからこっちがいいよっていうのを、冷静な第三者客観的な視点で見て、バランスをとってあげたりすることが大事だし、そういう存在がどんな一流選手にも必ずいるわけです。だから北島康介選手はオリンピックで2大会連続2種目金メダルだったのに、3大会目はコーチが変わったらやっぱ取れなかったじゃないですか。やっぱりどんなにアスリートの能力が高かったとしても、やっぱそういうコーチ誰につくかっていうのはすごくやっぱ大きいんですよね。でこれはスポーツだったら当たり前にコーチをつけるんですけど、こと人生もっと大事なスポーツっていうのは、さっきのこのバランスの輪の中の一つに過ぎないですけれども、人生全般、あなたにとって一番大事な幸せとか成功とか、そういった人生全般にコーチっていうのをつける人っていうのはすっごく少ないんですよね。すごく少ないんですよ。だからずっとこの2つの質問に対して「はいはい」っていうふうに答えられる人が増えていかないんです。どうしてかって言ったら、無意識が現状に戻そうとするから、ずっと同じ状態が続く。だからあなたが40歳だったら40年間のあなたを保とうとするし、50歳だったら50年間のあなたを保とうとするんです。でそれに気づけてないんですね。でそれに気づける人たちを専属でつけることで変わっていくことができる。だからあなたが1年後この2つの質問をもう1回受けた時に「はい幸せです」「はい成功してます」っていうふうに答えられるあなたになっていっていただきたいということです。でここで私の方で一つご案内というか提案をさせてください。そのご案内提案というのは何かって言ったら、あなたのコーチに私をつけませんかというご案内になります。で、完全個別、私もいろんな仕事を、正直しているんですね。学習塾の経営をずっとしてきていましたし、それからネットビジネスについて教える塾を開いたりですね、もしくは他の方の、商品サービスを、ご案内するっていう、お仕事をしてきましたし、一メルマガ発行者としてアフィリエイトと呼ばれる、広告代理業、営業代行業っていうのをやったりしていました。それ以外にも例えばこういった本を書いたりっていう執筆作業であったり、いろんな仕事を、してきています。でしてきました。ただ一番私自身がやりがいがあって、かつ一番感謝していただいたのが個別コーチングだったんですね。電話とスカイプで、させていただいてるんですけれども、これは完全にもうその人と時間をですね、その時間はもう1対1で電話またはスカイプ、スカイプっていうのをご存じない方はこれ無料電話、インターネットを使った無料電話だと思ってください。で、1対1で完全マンツーマンでお話を聞いて、そしてそれに対して私がこのバランスを見てあげてたんです。ずっとこっちを支援してきたんですね。で、正直もう電話越しで、過去を思い出して泣いたりとかそういったことっていうのは本当にクライアントっていうかですね、コーチングを受けてくださってた方が電話越しですいませんって言いながら泣いたりっていうのは本当にしょっちゅうです。別に泣いていただこうとか泣かそうと思ってやってるんじゃないんですけど、本当に1対1であなただけの悩み、あなただけの不安、そして、誰にも言えなかった自分の願望とか夢っていうのを相談していただくことで、私もその時間っていうのは全身全霊でその時持っている知識を全て、使ってこのあなたの成功と幸せの、実現っていうのを支援していきたいと思ってるんです。で、この個別コーチングをちょうど新年度ですね、4月1日からの新年度の個別コーチングを、受けたいという方をですね、このメルマガの読者さん限定で、募集させていただきたいというふうに思っています。で、私はもうこの2013年以降っていうのはこの個別コーチングをもう9割っていうかほぼメインでやっていきたいと思っています。どうしてかって言ったら、それが私のライフワークだというふうに完全に確信しているからです。私は今肩書きでパーソナルモチベーターっていうのを名乗っています。これはもう私はずっとこれでいきたいと思ってるんですね。これが一番やりたいことだったんだって気づけたわけです。今までいろんなことをやりました。サラリーマンもやりましたし、独立起業もしましたし、ネットビジネスを自分が学んで、そしてそれを逆に人に教えたりとかですね、いろんなことをやってきたんですけれども、究極これが一番やりたいことなんだなっていうふうに、気づけたんですよ。私の使命であり一番のライフワークだなっていうふうに気づけてたんです。どうしてかって言ったら、それをやってる時が一番私も充実してましたし、本当に心から感謝してくださる方っていうのが一番この個別コーチングが多かったんですよね。なのでもう本当にこれを、メインでやっていきたいというふうに思っています。もちろん今やっているその他の仕事をじゃあ今日限りでやめますというわけにはいかないんですけれども、でももう極論これで、ずっと私はやっていきたいというふうに思っています。それをやっている時が私は一番幸せだし、一番クライアントさんですね、お客さんからも感謝していただいているっていう、実績というか実情があるんです。なので新年度4月1日からのその個別コーチング、私をあなたのコーチにしてくださる方をですね、募集させていただきたいと思っています。で、一応内容としてはですね、これがもうメインです。電話スタイルですね、もうこれがメインです。これを必ず月1回完全1対1のマンツーマンで、あなたの、悩み、あなただけの悩み、あなただけの不安、あなただけの願望、夢っていうのを教えていただいて、そのサポートをしていくという、これがもうメインになります。で、一応このメインのコーチングをサポートする意味で今ご覧いただいているようなこういう動画セミナーっていうのを週1回ですから月4回っていう形で、あなたのメール受信ボックスにお届けさせていただきたいと思います。これはもう完全に個別コーチングを受けてくださっている方限定です。メルマガ読者さんみたいな感じで広くお見せする動画セミナーではなくて、その私が1対1でその方の名前顔を知ってて、その方の、お悩みとか不安とか、そういったのを全部知ってる、本当に私が名前と顔をしっかり知ってる方だけのための動画セミナーっていうのを週1回こういう形で撮って、そしてお届けしていきたいと思っています。これであなた自身がプロのコーチの考えを完全にマスターして、まず自分自身を幸せと成功に導ける人になっていくと。そのための知識ノウハウっていうのを全部動画セミナーで随時1週間に1回単位でお渡ししていきたいというふうに思っています。そしてさらにメールでの相談ですね。これはもう無制限と。もうこの個別コーチングを受けてくださっている方が何かですね、会った時に、すぐメールを送ってくださったら、もうその1日以内に必ず返信を、出すっていうのを回数無制限でつけたいというふうに思っています。でこの3つを、中心の柱として、あなたの悩みの解消、不安の解消、そして成功ですね。あなただけが価値ありと認めた目標、願望を一つ一つ実現していく過程っていうのを支援、サポートしていきたいというふうに思っています。で、料金なんですけれども、今までですね、正直な話、3ヶ月50万円とかっていうのでやってたんですね。で多分その方々が私のコーチングを2ヶ月3ヶ月5ヶ月受けてどうだったかっていう、実際に体験談っていうのをまたご覧いただく機会があるとは思うんですけれども、実際いくらでやってましたかって言ったら3ヶ月50万円でやってました。それが今現在で、7人、させていただいています。今現在このリアルタイムでですね。ただその金額だと正直ここまで話を受けて私をコーチにつけたいと思いながら金額の面でできないともう断念せざるを得ないという方がいると思ったんですね。で私は正直もう本当の話をしますけれども、やっぱりこの資本主義っていうお金に洗脳されてた人間の一人なんです。だからわしは月収100万月収300万じゃあ次は月収1000万だとかっていうのを正直目指していました。ですから金額に関してもやっぱりそれ相応の金額を請求して、でその金額に関してそれを上回る価値を提供して満足していただいてた自信はあるんですけど、ただそうは言ってもそんなに多くの人数の方をコーチングさせていただいてたわけではありません。これはもう本当に正直嘘偽りなくありのままを今お話しさせていただいてます。ですからもう少し多くの方の夢、願望、実現を支援したいというふうに思っているんですね。完全1対1の個別コーチングでですね。なので金額はですね、月額39,800 円で、あなたのコーチングをさせていただきたいというふうに思っています。正直今受けてる7人のうちの1人に話した時「そんなに安いんですか?」って正直言われちゃったんですけれども、ちょっとやっぱり今の3ヶ月50万っていう金額だとそんなにたくさんの方をの夢実現を支援させていただくことがちょっと経済的に厳しいっていう方がやっぱり多いと思ったので、もう来年の4月1日からはもう1年間金額の固定で月 39,800 円でコーチングをさせていただきたい、つまりあなたのコーチにならしていただきたいというふうに思っています。で今メルマガをですね、19,300部、300部とか400部ぐらい、約2万部発行させていただいてるんですけど、ただそうは言ってもですね、やっぱりこれは完全に1対1で、必ず月1回以上はあなたとの専属の時間を作るので、だからって言ってですね、100人も200人もっていうのは絶対受けられないんです。物理的にはですね、無理なんです。なので一応30人、これはメルマガ読者さんだけです。それ以外のブログとか Facebook とか、YouTube では募集はさせていただく予定はありません。これは私のメルマガをここまで、受信して日々読んでくださっているあなたにだけの、ご案内になります。なので30人、4月1日から完全個別コーチングという形で、あなたの悩み不安解消と夢願望実現を、1対1で支援するっていうご案内をさせていただきたいと思っています。で一応ですね、今回3月31日まで、年度の途中で4月1日の新年度が始まってから、やっぱりコーチングを受けたいですっていう方が出ていらっしゃるかもしれないんですけれども、その方はもうずっと1年間月額 39,800 円でコーチングをもう1年間金額固定で、受けたいと思っています。ただ3月31日までですね、この、動画を見てくださって、もうすぐ決断してくださった方に限っては月額でコーチングをさせていただきたいと思っています。3ヶ月間からですね、3ヶ月はコーチングを受けていただく形になります。最低はですね、どうしてもですね、1ヶ月とか1週間で結果なんか絶対出せません。私は魔法使いではないので、やっぱり3ヶ月ぐらいはしっかりサポートをさせていただいて、何らかあなたに大きな気づきを与えたり、もしくは何らか小さい結果を出したり、もしくは成功とか幸せを実感していただくのに、もうどんなに短い期間といっても3ヶ月だと思っています。あとはもうその4ヶ月目以降っていうのは基本自動更新ですけれども、いつでももう大丈夫です、私十分成功できました、幸せになりましたとか、自立できましたっていうのでお申し出をいただければ、そこで終了っていうご契約になると思います。ただ基本ずっとですね、お互いのそれぞれの何かの申し出がない限りは、その個別コーチングをずっと続けさせて、私があなたのコーチとしてですね、オリンピック選手とかっていうのはもう4年単位で契約していく感じになりますけれども、基本お互い何か双方のどちらかに不都合がなければずっとコーチングをさせていただきますけれども、もう3ヶ月目以降の4ヶ月目以降に関してはお申し出を1回いただければ、もうそれで、募集を会員を、停止させていただいて、空いた枠30人の空いた枠の新規会員さんを募集させていただくという、流れ繰り返しになっていくというふうに思います。で30人がもし3月31日までに30人がもう決まったら、4月1日からは募集は、しません。その30人の方を一生懸命私も全身全霊で個別コーチングを、させていただきたいというふうに思っています。でご案内に関しては実際じゃあその30人っていうのをいつからっていうのはですね、近日中にもう一回募集要項という形で、今度はですねこの動画の、ホワイトボードではなくてきっちりした文章という形で、メルマガ会員さん限定で、お知らせさせていただきたいと思いますので、もしご興味がありましたらですね、その案内を見て私をコーチに、つけていただきたいというふうに思っています。で最後にですね、本当に最後の最後なんですけれども、私はさっきパーソナルモチベーターっていうのを名乗っているというふうにお話をしました。これは私が考えた概念ではありません。これはですね、私が一番尊敬しているカリスマセラピストの石井博之先生が最初に提唱された考え方です。で、私はそれを4年前に石井先生がパーソナルモチベーター養成講座っていうのを開いていらっしゃった時に、全部の講座を受講して上級講座まで修了したっていう経験があります。でこのパーソナルモチベーターっていう石井博之先生が提唱された考え方っていうのはコンセプトがあって愛する人を幸せに導くっていうコンセプトでした。だからあなたにとっても愛する人っていうのがいると思うんですね。それは、旦那さんかもしれないし、奥さんかもしれない、彼氏さんかもしれないし、彼女さんかもしれない、もしくはお父様かもしれないし、お母様かもしれないし、弟さん、妹さん、お兄さん、お姉さんですね、もしくは大親友の方。何らかやっぱり愛する人っていうのがいらっしゃるんじゃないかなと思います。でその愛する人を幸せに導くために、私たちは学びを深めていって、その愛する人を幸せに導けるだけの、潜在意識とかやる気とかコーチングとかそういった必要な知識を学び、そして具体的なノウハウを習得して、その知識ノウハウで愛する人を幸せに導く人になるっていう、そういうコンセプトで石井先生は講座をしていらっしゃいました。でただ私が今実感してるのはですね、愛する人を幸せに導くためには絶対にこの順番的にはですね、まず本人が幸せにならないとそれは難しいということに気づいています。だから幸せな人こそ幸せな人こそ愛する人を幸せに導けるというふうに私は言えると思っています。これはもう私は今この、自分の今までの過去の経験、人生をかけて断言できます。自己犠牲ではやっぱり無理です。自分を犠牲にしてであなただけ幸せになってくれればいいんだっていうのはやっぱり無理があります。やっぱり自分自身が犠牲になって誰かを幸せにするっていうことはもう相当な人格者じゃない限り、それこそマザー・テレサとかガンディーレベルじゃない限りはまず無理だと思っています。まず順番がもしあるとしたらですよ、それがつけられない同時進行だっていうのが、理想ですけれども、もしあるとしたらまずはあなた自身が幸せになることです。あなた自身が幸せになること、そして先ほどからずっと申し上げてますけれども、幸せと成功というのは同一です。あなたが価値ありと認めた目標、願望を一つ一つ実現していっているのであれば、あなたは成功者だし、すなわち幸せな人なんですよね。なのでまずあなた自身がぜひ幸せになっていただきたい。なので私がお伝えする知識、ノウハウっていうのを全部吸収していただいて、あなた自身がまずセルフコーチング、自分自身をコーチングできるぐらいの人にぜひなっていただきたいというふうに思っています。最初は私がコーチングっていう形であなたのコーチにつきますけれども、もしあなたが私の持っている知識、ノウハウっていうのを全部吸収してセルフコーチングができるようになれば、私から離れて自立していただければいいと思うんですよね。そしたら今度はあなたが幸せな人として誰か愛する人を幸せに導いていっていただきたいというふうに思います。でその最初のきっかけっていうのは、まずあなた自身が、あなたは幸せですか？はい、幸せです。あなたは成功してますか？はい、成功してますっていうふうに 0.2 秒ではいはいって言えるような人になるっていうのが絶対に一番だと思っているんですね。そのお手伝いをぜひさせていただきたいと思っています。近日中にこの個別コーチングのご案内は出させていただきたいと思いますので、ご興味があればですね、ぜひその募集要項を見ていただいて、ご縁がありましたら4月1日の新年度からですね、あなたのコーチとしてあなたの夢願望実現の伴走を一緒に走らせていただきたいというふうに思っています。はい、それでは今回もメルマガを開封していただき、そしてそこの動画セミナーをご覧くださって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。